皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。エミです。ロサンゼルスからお届けしております。昨日はですね、こちらで岡山夢ウェーブ、わしの周りのなんやかんやと時々藤井風というラジオにね、ゲスト出演をいたしますというご報告をさせていただいたんですけれども、その後もね、公式の方から X やらインスタやらでね、風チューバーのエミさんをゲストにお招き、 LA ライブレポをお届けします、お楽しみにというふうにね、ご報告していただいたり、パーソナリティをね務めるふっちゃんもエミさんの話どれも深いのでぜひ聞いてほしいというふうにね言っていただいたり、私もこれをねもうリポストして、もうすごい数のリポスト私もインスタストーリーにしておりましたけれども、なんとなんと視聴者様からわしの周りのなんやかんやと時々藤井風がトレンド入りしてますよということでね、もう大谷翔平さんの下に出ていて、私もって驚いちゃったんですけどもね、もうたくさんの方に宣伝していただいたみたいでね、とても嬉しいですね。そしてこちらのね素敵なイラストを描いてくださった海さんからもね、ご丁寧にメッセージをいただきましたけども、海さんの絵本当に素敵ですよね。そして海さんのインスタはこちらになりまして、もう素敵なね風さんの絵がたくさんありますので、ぜひぜひ皆さんもね見に行ってください。海さん本当にありがとうございます。そしてですね、この番組わしの周りのなんやかんやと時々藤井風の企画運営をなさっているララさんからもご丁寧にメッセージをいただきましてありがとうございます。そしてララさんのインスタはこちらになるんですけれども、いろんな活動をなさっておりまして、定期的な活動としてはハッシュタグ風まとめというのがありますということで、デビュー年の2020年1月から風くんの活動を表にしてあります。それと今年からハッシュタグ風の記念日カレンダーというものも同時にポストしています。デビュー年から4年間の出来事を月ごとにカレンダーにしたものです。よろしければタグ見てみてくださいねということでですね、素晴らしいですね。私も早速ねインスタで見させていただきましたけどね、もう素晴らしすぎました。皆さんもぜひぜひ見てみてください。そして何か皆様にねお伝えしたいことはございますかと聞いてみたところ、まずはなんやかんやのラジオを聞いてほしいのと、パーソナリティは随時募集しているということ、あと風くんがこの番組のことを知っているのは本当です。どこまで聞いてくれているかは分かりませんが、番組始まった当初知り合い捨てにお伝えして聞きましたと言ってもらえたこともありましたので、ということでね、ちょっと風くん聞いてますよ皆さん。いや嬉しいですね、やっぱり風くん聞いてるんだ。あ、ちょっとなんかねドキドキしてきましたけども、ありがとうございます教えてくださって。でもそれにしてもですね、ララさんすごいですよね。この企画運営をなさっていて、いや本当にいろんなことがきっとあると思うんですけども、もう素晴らしい活動だなと思ってね、私は感動いたしました。皆さんもねぜひぜひこちらもう全世界から聞けると思いますので、もうたくさんの方にね宣伝して広めて教えてあげて、そしてねこの番組がずっと続いていくといいですよね。ありがとうございます。そしてこの発表する前にね、この番組を教えてくださったのりんさんから、えみさん、私なんかのコメントに昨日に今日までえらく引っ張るなと思っていました。なんやかんや風に来月のゲスト出演ですか。オンエア聞けず2時間遅れで聞いた終わりかけ、びっくりしました。あの言えない話はこれだったのですね。来月のオンエア楽しみに聞かせていただきますね。っていうか私仕事するやん、頭ポンポンしとこって本当そうですよ。のりんさん、私もあのねコメント見てね、ありがたいやと思いましたね。ありがとうございます。そして水江さん、えみさんラジオ出演おめでとう、早速夢ウェブさん聞けるようにしましたって素晴らしい。皆さんぜひぜひね、これあの8月6日前にぜひ聞けるようにしておいてくださいね。あの簡単にできますんで、ぜひいろいろ聞いてみてください。エミさんのお話すごく楽しみ、最近なんだか LA が隣町のように感じる今日この頃ですってね。いや私もまさかロサンゼルスにいながら風くんの故郷の岡山の夢ウェーブのラジオに出るなんて夢にも思っておりませんでしたけれども、もう夢続きでね、
や、こんなことも起こるんですね。本当にありがたいですね。そしてもう岡山在住の風の便りさんからも、えみさんすごいすごいすごい、夢ウェーブ出演おめでとうございます、めっちゃ楽しみです、というコメントをいただきましたね。もう風の便りさん、もう私いつもね、その優しいコメントにね、もうほっこりさせていただいてるんですけども、もう風の便りさんにもね、いつかねお会いしたいなと思ってますね。あの岡山に行った時にね、あの顔出ししてないのは知ってますけども、こっそりいつか会いましょう。はい。そしてテルマムさん、夢ウェブ出演おめでとう。少し前のライブ配信でインタビューを受けて7月にお知らせって聞いて、夢ウェブってチャットで書いたよ、当たってたって。そうなんですよ、あの分かってたんだけどもね、当たりとも言えなかったんで、あの、はい、スルーさせていただきましたけどもね、すごいと思いましたよ。風くんや藤井家の皆さんも聞いてくれますようにって、私もね、もう最近、まあ、ソラ兄さんからもあのメッセージをいただきまして、私もお礼の、カードを送りましたけども、なんかすごくちょっとなんていう、親しみというかね、なんかこう勝手に近くに感じさせていただいていて、もう藤井家の皆様にもね、ぜひぜひ聞いていただきたいと思いますね。というかすでに聞いているんじゃないかなという記載しますけれどもね。はい。そしてにゃんこみふさん、聞きます。カジェーシャンのにおせ、ちょっと辛い時あったけど、エミさんのお話聞いてなんだか目から鱗、嘘がつけずみんなに早く知らせたいって気持ちで匂わせしてくれてたんだってことに気づきました。優しい気持ちからの匂わせだったんですね。エミさんありがとうございます、ということなんですけどね。いや、私はそうだったし、とそうじゃないかなというのを私は心で感じましたね。うん、やっぱりあの行動はね、風さんの優しさからだと私は本当に思うんですね。あの風さんに聞いてみないと分かんないよ。あの意地悪でやってるわけではないと私は思いますよ。で、やっぱり今回ライブに行ってすごく感じたのは、風さんの愛情とか優しさの深さ、もう私の想像以上の深さに私は感動しておりまして、もう毎日のように私はあの帰ろうのね、動画を見てまた感動して泣いてるんですけども、やっぱりね、風くんってそういう人なんだなっていうのをね、もう感じて私は感動しております。それで思い出したのがこちらね、インド在住のアヒコさん、私たまにアヒコさんの動画を紹介させていただきますが、こちらね、1週間ぐらい前かなに出てたスピリチュアルより大事なことという動画で私はとても感動したんですけども、アヒコさんがおっしゃっていたのは、要約させていただきますと、まあ、スピリチュアルな方ってね、まあ、私はもう結構あの3歳の不思議体験してるので、だからスピリチュアルの方かなとは思うんですけども、なんか宇宙と交信できたりとかって、そういう方っていらっしゃるじゃないですか。なんかそういう、まあ、すごくこうコネクトしてる方って、なんか自分がなんか他の人よりすごいというふうに勘違いをしてる方が多いと、そして他の方をなんか見下すみたいな、なんかそんな感じでね、私の方が偉いみたいなっていうね、そういう勘違いをしてる人が偉いんだけども、そんなことより最も大切なことはね、思いやりだということをね、おっしゃっておりましたね。で、やっぱりそういうふうに他の方を見下すとかね、もうもっての方みたいな感じのことをおっしゃっていて、もう本当に私はその通りだなと思って、で、私はやっぱりあの差別問題とかもやっているので、他の人を見下すとかね、そういうのをもう耐えられないというか、まあ、みんな同じというかね、まあ、そういうところがあるんですね。なので、まあ、自分が学歴が高いからとか、お金があの持ちだからとか、まあ、キャリアがあるからとか、なんかいろんな理由で他の人を自分よりも下に見下すというのはね、一番見にくい行為だなと思っておりまして、あのアヒコさんも同じようなことをおっしゃってて、で、風くんもですね、私あの最近あの風くんのなんかインディーズの CD とかね、ちょっと聞いてるんですけども、まあ、その話はあまりしませんけども、まあ、その歌の中にもありましたけども、風くんもやっぱりね、本当にそういう人を見下さない生き方っていうんですかね、もうそういうあの精神の方だなというのをしっしと感じていて、感動それもしているんですけど も, もうその大切さっていうんですか、うん、やっぱりスピリチュアルよりね、大切なものは思いやりだということ、人を見下さない生き方ということをね、アヒコさんがねおっしゃっててね、私はとても感動しましたし、共感しましたし、カズ君もね同じような精神性なんだなというのを私はね、ひしひしひしと最近本当に感じていて感動しております。はい、ということで、こちらは一昨日アップした、ものですけども、そちらにいただいたコメントを少しご紹介させていただきます。すごいこさん、
ひまわりは信仰、癒し、幸せ、平和のシンボル。まさにマイケルの精神であり、風くんにもエミさんにも通じるものですねってね。いや本当にそう思いますね。まあ私も入れていただいて恐縮なんですけれども、本当にマイケルとかね、風くんの精神にもつながりますし、それがひまわりだっていうところがね、とっても嬉しいですね。そして、ベルさんからはいつもありがとうございます。ひまわり、マイケルの好きな花、そしてウクライナの国歌でもあるんですよね。映画ひまわりも好きですということでね。ねえ、そうなんですね。そしてチャムさん、6月25日マイケルの命日でしたね。ひまわりが大好きだったマイケルは生前ハッピーフラワーと呼んでいたそうですって。そうなんですね。さすが物知りチャムさん、ハッピーフラワーいいですね。ということで、私もじゃあこれからハッピーフラワーって呼ばせていただこうかななんて、ね、思いましたけれども、教えてくださってありがとうございます。ということで今日はこの辺にしたいと思います。こちらはですね、昨日のロサンゼルスの様子になります。では皆様、今日も素敵な一日を過ごしください。 Have a lovely day everybody. エミでした。ではまた。